はい、皆さん、こんばんは。本トーク、始まります。ちょっとなぜ興奮見せるかというとですね。そうなんです。ちょっと今回から新しいね、テクノロジーを。テクノロジー万歳。テクノロジー万歳。ね。ということで、まあ今まではね、某スカイプを使っていたんですけどもね。棒の意味が某意味が、今回ちょっと新しいね、ちょっと、ものを使ってお送りいたします。はい。というわけで、ちょっと興奮してしまいましたね。テンション高めでいきましょう。はい。はい。じゃあ、今週もね、先週はね、僕が初めて、新しい試みで、僕が紹介するパターンっていうのをやってみましたけども。ああいうのもいいですね。すっごい楽しかったです。なんかね、ちょっとやっぱいろいろ大変ですね、これね。本当にありがとうございます。とんでもないです。楽しいですよ。本当に、改めて感謝の気持ちが湧いてきました。ありがとうございあます。り、いや、こちらこそ本当にありがとうございます、いつもね。はい、じゃあ、今回、よろしくお願いいたします。よろしはくおい。願いします。前々回に、結婚という小説をご紹介した際に、月曜日に読みたい本とか、そういうのでやったらいいねって言ってたの覚えてます？もちろん覚えてます。さそすれがに覚えで、てますね。自分言いましたからということでですね、月曜日、週のスタートに読みたい本って何だろうっていうふうに考えまして、そういった本をご紹介したいと思います。いいですね。やっぱり週の初めっていうとね、ブルーマンデーとか言ったりして、ちょっとこう、お仕事に行くのがね、憂鬱になったり、あーってちょっと、なんて言うんでしょうね、週末終わって、あ、仕事か、みたいな感じでテンションが下がる時があったりするかもしれないんですが、いや、かなりありますね。とにかく一番週末から遠い時ですからね。そうなんですよね。ああ、始さあ、まっちゃっ週た、末みたい頑張る、ね、日曜日があるからっていうの一番遠いとこですから。もうスタート、みたい なそね。して日曜日を楽しんだはずなのに、この疲れはっていう、このね。やっぱりそうですよね。多分たくさんの方がそうだと思うんですが、だからこそ、ちょっとこう、脳みそといいますか、心をゆるゆるゆるっと、揉みほぐしてくれるような本を読んでいただきたいと思います。なるほど。ということで、一冊目は、夢を叶えるぞ。これは、水野敬也さんという方の小説といいますか、単行本ですね。今、夢を叶えるぞって言ったんですけども、多分これ聞かれてる方は気づいてないんでしょうけど、これ、ゾウさんのゾウに引っ掛けてますよね。そうです。カタカナで、そう。ね。そうなんですね、これ。ね、そうなん視聴しでてる皆さんは、まさか、分かった人はかなりの読書通ですよね。す。そうですね。ね。はい。これ、発行されたのは結構前で、もう多分10年ぐらい経っているんですが、そうなドんだ。ラマ化などもされていたので、日本で。なんで、もしかしたらドラマの方を見てる人も多いかもしれませんね。知らなかったです。なんですけどね、これ本当におすすめで、とにかく笑えて、で、泣けて、そしてためになるっていう、もうものすごくこう欲張りなあなたにぴったりの欲張り一な冊んだなんです。に、はい。小説ですか、これは。ごめんなさい。そうなんです。小説仕立てなんですね。なんですが、一章ずつ読んでいって、一日ずつ読者も、タスクをこなしていくっていうような設定で進んでいきます。で、それが結局ですね、人生、結構ね、深いことが書いてあるんですよ。しかし、ストーリーのタッチは、なんとこの、ゾウさん、ガネーシャって神様いらっしゃいますよね。なんかインドの神様っぽいよね。イ今、ンこうド表の。紙を見てるんだけどさ、こうなんか、象と言ってもね、ちょっとこう、そう草なんです食よ。ものを頭に乗せてさ、割とそね、うなんです。インドで出てくる感じだよね。そうなんです。インドのそのガネーシャっていう神様なんですああ、ね。そうなのね。はい。そう。なんですが、ある日なんかこのガネーシャが、ある主人公の男の人のお家に現れるんですが、なぜかね、関西弁なんですよ。すごいなぜかだね、それ。インドそう、弁そじゃれなくで、て？
インド弁じゃないんです。インド弁じゃないんだ。関西弁なんだ。ちょっとインドなまりの関西弁かもしれないけど。インドなまりの関西弁。すっごい想像つかないけどね。まあまあ、わかりました。そうなんです。で、とにかく、このガネーシャがはちゃめちゃで、うん、で、その主人公も巻き込まれていくんですが、とにかくもう毎章毎章笑えて、はい。もうだって表紙のインパクトがすでにすごいもんね。神様とは思えない、この ね。ねえ。なんつうんだろう、オーラというか。うん。このふざけた感が。うん、はい。で、このですね、作者の水野啓也さんっていうのは、受ける技術とか、あと、いろいろこう本も書かれていて、とにかくその、受ける方法とか、その、笑わせるコツみたいなのを本当にこう熟知されてる方なので、とにかくもう笑わせ方がうまいんですね。なので本当あっという間に読めて笑えて、そして感動もしてっていう、そして大事なことも学べちゃうという、とってもおすすめの小説です。はい、はい、なかなかさすがなチョイスですね。僕はちょっとこれはチョイスできないですね。さすがですよ、トミンゴさんは。幅広い。これをもう読め、幅広い。ありがとうございます。幅が広すぎる、あまりにも。さすがに。月曜日って言って夢を叶えるぞ、持ってくるセンスはすごい。やったー。これを読んで、もうニヤニヤして仕事に取り掛かってもらいたいんです。はい。そうね。はい。はい、ということで選びました。はい。じゃあ2冊目お願いします。はい。2冊目も、ちょっと同じく、うん、やっぱりテンションをね、こう、ゆるゆるっとこう、脳みそをマッサージして仕事に取り掛かっていただきたいので、はい、ちょっとゆるい一冊、はい、宮田玉樹さんの私の旅に何をするいきなり旅ですか、月曜日にはい、そうなんですいいね、これそうなんだよね、どんな本だろう。いや、そんなさ、月曜日だからって言ってさ、固くなる気持ちもわかるけど、たまにはこういうね、はい、違う意識を飛ばした方がいいよね。旅に何をするっていうね、はい、だからこそって感じですよね。いいんですよ。だからこそ、月曜日だからこそ、旅を考えるんですよね。現実逃避したいんですよ。はい。はい、すみません。どういう本の内容か分からない。勝手にタイトルで言ってしまいました。ね、本当、はい、どんな本だろうって感じなんですけど、はい、タイトルに旅が使ってあります通り、旅のエッセイになります。うん、はい、でこの宮田玉樹さんっていう方は、本当、一人旅が好きで、もっと多分、リクルートに働いてらっしゃった方なんですが、あまりにも旅が好きなので、会社をとうとう辞めて旅に専念できるような状態に自分を持っていってしまったという方で、なんていうかな、お話のノリ的には多分椎名誠さんとかそういった方の旅行記あるじゃないですか、うん、ああいった感じに近いんですけれども、とにかくこの方の書き方がもう絶品と言いますか、すごく淡々とゆるゆるっと書いてる中に、ちょっとシニカルなことが入ってたり、アイロニックが入ってたり、すごくですね、読んでてもうニヤニヤっとさせられる旅行エッセイなんですね。え、これ一人旅の話ですか？一人旅の話ですね。おー、はい、いいなぁ。っていうのはね、この間ね、たまたまアメトークの一人旅芸人ってやつ見たんですよ。はい、はい。うん。そしたらね、結構やっぱね、面白くて、いかにやっぱりその一人旅っていうのが、うん、どっちかっていうとその、なんていうんだ、マニアックというか、あまりポピュラーじゃないなと思ったのね。ああ、なるほど、うん。その、一人旅で語られてることが結構、うん、ええー、って言われるわけよ。その会場とか、その、雨上がりにね。はい、でもすごくそれってさ、実は本質を捉えてて、はい、なんか結構その一人でやっぱり旅行すると観察力がすごく研ぎ澄まされるというか、わかります。うん、人と行くとさ、はい、やっぱりさ、なんかそれが隠蔽されちゃって、なんか行ってわー、うん、楽しんで楽しかったねで終わるんだけど、やっぱ一人だから話す人がいないから、うん、観察するみたいなのがね、いちいち、例えば電車に乗っても人を観察したりとか、だから一人旅って面白いなって思っててからさ、ちょうどこの本に出会ったんで、なんだこれみたいなね。これ、ジュンさんにおすすめですよ。これなんだって。絶対お好きですね。はい、で、今度僕ほらね、8月からツアー始めるんで、ね、そうですね。旅行っていうのがキーワードなんでね、なんかこれ、
一人旅を考えろということを言ってんのかなっていう。そういうね、メッセージなのかもしれませんね。はい、一人旅が旅の基本かもしれないなと。はい。私も結構一人旅好きなんですよね。あ、そうですか。はい。なんで共感することがあるんですけど、やっぱさっきじゅんさんがおっしゃったように、五感がすごくこう働くんですよね。お友達と行ったりするときよりも。そうだね。なんで、いろんな発見があるし、やっぱ一人じゃないと見れないものっていうのがね、あるので、やっぱ友達と行くと、やっぱり友達が楽しんでとか、何か楽しんでも、相手が楽しんでるかなっていうのがやっぱりあるじゃない？ああ、そうですね。でも一人だとさ、そこがもう一人だからさ、思いっきり行けちゃうじゃない？はい、例えば、こっち来たいと思ったら行っちゃうじゃない？で、友達がいたらさ、はいはい、なんでここに来たのにこっち行くのとかってあるじゃない？そういう状況って。ありますね。気遣いますよね、やっぱり。気遣うよね。でも一人だと逆にそこを気遣わないというかさ、逆に自分にシフトしてさ、こっちが呼ばれるから行ってみようとかできないじゃん。できます。あっち行って、こっち行って、また戻ってとかね。ね。あと食事が一番いい例でさ、ほんと食べたいもん食べれるじゃん。食べたい時間に。そうですよね。友達がいたらさ、やっぱり海の近くに行って海のもん食べようとかあるじゃん。うん、ありますよね。いきなり海に行ったんだけど、山菜そば食べたいなって食べれないじゃん。まあ食べれるんだけど、突っ込まれるじゃん、やっぱ。なんでって。一人だとさ、一人だと自分ボケ突っ込みじゃん。俺海に来て山菜そば食ってるよ、みたいなさ。クククってね。クククみたいなね。はい。はい。というわけでね。そうですね。はい。まあ今週も本当に非常に楽しいテーマ。はい。ありがとうございました。そうではないです、ね。ぜひぜひ月曜日、ニヤニヤしながらスタートしてください。そうですね。まあ僕今日月曜日はもう終わっちゃいますけどもね。まあ明日から、はい、まあね、はい。まあちょっと一日ずらしのか、もしくは来週の月曜日に。そうですね。この、はい、トミンゴ流月曜日の乗り切り方。あえて、脳を緩める。はい。ですね。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。